秀吉は元鹿を降伏させ、見事四国平定を成し遂げた。この頃秀吉は朝廷より豊臣の姓を賜り、羽柴秀吉から豊臣秀吉へと改名、豊臣政権を樹立した。秀吉は次なる目標を九州に定める。九州は島津家によって統一目前のところまで来ていた。豊臣軍は豊後の大友家の救援要請に応える形で出征。島津に抵抗していた立花宗茂、銀千代を迎え入れた。数の上では有利だが、地の利は島津にあった。少しの油断が命取りとなる。九州征伐の幕が開いた。天下統一の将、九州征伐。橘の戦に負けはない。九州征討軍の総勢は20万。秀吉様の本隊のほかに毛利、徳川、長宗我部、立花など他家も参戦いたします。うん、この圧倒的な物量を見せつけりゃ島津も引くしかないじゃろう。たとえ豊臣陣営にいようとも、俺の魂は消えない。この九州で高らかに奏でよう、反骨の歌をな。まあしっかり言ったのも。おお、宗茂、銀千代、チコ、お前さんたちに礼が言いたい。もし九州全土が島津のものになっとったら、わしはもっと大規模な軍を起こさねばならんかった。その分時間もかかるじゃろうし、人死にも増えたじゃろう。全ては立花二人の働きと亡き常雲殿の命を落とした奮戦のおかげじゃ。ありがたき幸せ。我らの立花山城は島津に一旦制圧されましたが、家臣が立花山城に忍び込み本丸を奪還した模様。主としてはすぐにでも救援に駆けつけたいのですが。ああ、分かっとる。さあ、立花山城に群れとる島津を追っ払うで。まずは立花山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃。一刻も早う立花山城を救援するんじゃ。城務兵が稼いだ時を無駄にしてはならん。豊臣も歓迎の準備ができておらんで、おいが引けられる。あの男に立花の城も一族も踏みにじられた。ああ、だがまだ生きている者もいる。彼らの助けをまたやり直せるさ、立花を。走れ稲妻。
味方本陣と敵の砦が近いのを疲れんように対策を取るわ。最後の砦はユフ天使英米にして豪気だが、どこまで持つか。城内の砦もほぼ島津のもんか。大急ぎで制圧するさ。なかった。
そのまま北走れ。開門。うんとこまでもうすぐじゃ。持ちこたえてくれよ。先の戦で弟の直次は宝満山城を守っていた。岩屋城の陥落によって直次は孤立した。島津は直次を橘山城に届けると約束し、直次の投降と宝満山城の退場を要求した。直次は城兵の命を考え、島津の案に従った。が、ここに直次はいない。どういう。島津にはめられたのだ。一刻も早く直次を奪い返すぞ。敵将討ち取ったり。突き上げよう。間に合ったわ。橘豊臣の将兵たち、ようやくくれた。今度はこっちの番じゃ。岩屋城にこもる島津軍を一掃してるわ。流れは豊臣に変わって、まずは満足。負け戦をひっくり返すのは島津の命で。家久、年久よ、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡吹かしてくれ。本陣の守りを固めるのが先じゃ。開門。我が息子豊久よ、島津の未来を背負うのはお前だ。決して死に急ぐでないぞ。今は我らの戦をその身に刻むのだ。風を変えるか。兄貴、さすがに釣りのぐさに使えよ。何部隊もろとも大軍に飲まれよう。いや、もう釣りは成功しておる。秀吉が九州に来た時点で我らの勝ちよ。九州を取りにした。狙うは島津の本領はない。秀吉の力まで借りて城を奪い返すか。あんたも案外往生際が悪い。島津の坊やが言うようになった。今より地獄よっ。順風のようだな。叩きを送った方がきっと喜ぶぞ。あれ来るよ。最後の砦も打ち破ったら
全軍マヤ城へ総攻撃だ。開門。最後まで諦めない。この身果てるまで。勝利条件変更。島津の執念、まことにあっぱれ。じゃが、無駄に命を捨てるつもりか。ならば、この博打、降りるとするか。叔父上、命捨てる戦は、ここではないよ、豊久。見たか、義継。あれは力に任せた脅しだ。秀吉の物量で押すやり方では人心はつかめまい。秀吉様はある時を境に覚悟された。天下統一のためなら脅しも辞さずだ。だが秀吉亡き後、
豊臣の崩壊は目に見えている。義継、そこにいて本当に夢は果たせるのか。長政様と追った夢を。ああ、この陣営にはあの方によく似た男がいる。周りにどう思われようと、どんな逆境にあろうと、己の夢のため突き進む男が。俺は徳川で、お前は豊臣で、それぞれの夢の続きを追うのだ。ならばいつかまた俺たちは戦うことになるかもしれない。二度目の別れか。俺が勝ったらせめて墓ぐらいは作ってやる。常雲殿は喜んでくれているだろうか。喜んでいるさ。お前が塩らしく花を手向けているのだからな。貴様、冗談だ。高橋常雲という男を後世はどう評価するのかな。無謀な戦をして犬死にをした愚か者というのか、それとも最後まで戦い抜いた壮絶な勇士と褒めたたえてくれるのか。誰が何と言おうと、常雲殿は勇敢に戦い散った。それは私たちが一番よく知っているはずだ。常雲殿の誇りと諦めない心は確かに私たちの心に刻まれた。それで十分ではないか。ん？何がおかしい。いや、今確かに見えたのさ、父の喜ぶ顔がな。